教育っていうテーマでちょっとお話をさせていただこうと思ってます。で、まあ、私 の、 自己紹介ですけど、ちょっと簡単に説明させてもらいます。1951年、昭和26年の2月23日生まれで、北海道で生まれました。まあ、この年がサンフランシスコ講和条約が、まあ、締結された年ということで、まあ、完璧な独立ではないんですけど、反独立記念日みたいな感じでしょうかね。で、北海道でちょっと大学も行ってたんですが、ちょうどまあ、世の中の節目みたいなこともあってですね、私はこういう言い訳をしてます。昭和44年、東大が安田講堂事件で入試がなかったんですね。まあ、そんなこともあって東大には行きませんでしたという話を次々してるんですけど、それで、まあ、当時ですね、私はアマチュア無線とか、まあ、機械いじりとか、まあ、そういう、まあ、技術系っていうんですかね、そういうことがまあ好きだったってこともあって、で、まあ、電気か自動車かみたいなところで、じゃあ電気の方やろうかなっていうことで、この東京電子専門学校、池袋にありますけど、当時中曽根さんがなんか名誉顧問みたいなことやってたと思うんですけど、まあ、そこで、2年間、やりまして、でその後それで電電校舎を受けたんですけども、一次試験は60倍ぐらいだったんですけど、まあ、通ったんですが、二次試験で私の実家は農家だったので、もう農家ので、僕は長男だったんですね、いうところで、農家の長男坊が、で妹が2人ですから、弟もいない中で東京に来て何やってんだみたいなところでですね、いうことだ、そういう、まあ、質問を面接の時に受けたとかですね、あとは、学生運動をどう思うかとかね、まあ、東大の話もありましたけど、あと労働組合をどう思うかとか、まあ、そんな質問があって、まあ、それなりに答えたつもりではいたんですけども、結局、電電公社は不合格になりまして、だったら、まあ、自分が、自分でこう活躍できる会社みたいなところで、横浜にある、通信技術系の会社に、就職をしまして、で28年ぐらいいたんですかね。で、50歳になるちょっと前、21世紀になる、2ヶ月ぐらい前ですかね、に、今のこの合資会社総計研究所というのを立ち上げまして、で、それまでは、まあ、技術系だったんですが、技術者の中でなかなか文章を書ける人がいなかったんですね。で、たまたま私は、文章がうまいわけではなかったんですけども、まあ、そういう仕事に取り組んでいったら、まあ、次から次へとお客に出すレターとかですね、言い訳の文章とかですね、クレームのレターの返事とかですね、まあ、そういうものが来るようになって、そういう仕事を最後はやってました。で、この間マダガスカル共和国とかですね、これ1977年で、まだ成田空港をオープンする前だったんですけど、それからトリニダード・トバゴだとかですね、あとはフィリピン、カナダ、アメリカ、かな、うん、アメリカは延べ3年ぐらい、この通信関係の仕事で出張等してました。で、静岡大学の方は2014年から情報基盤センターで客員教授になりまして、まあ、近く69なんですが、まあ、年齢もあって、今度はなんか客員講師みたいなことになるみたいですけど、まあ、そういうところですね。それで、まあ、何をやってるかというと、インテリジェンスマイニングという概念を2000年頃に考えていて、でもこれ商標登録も取ってるんですが、日本語に埋蔵されている価値を見つけ出すっていう、まあ、そういった、これだけ話すと全く理解してもらえないんですが、いわゆる日本語は世界で一番素晴らしい言語であるということを大前提に、
日本語の持ってる価値を見つけ出すっていう、まあ、そういうあの研究と、まあ、そこから、はい、あの生まれたサービスを今提供してます。で、一つはこの企業経営理念の構築支援というようなことと、それから、小論文の高速自動採点のクラウドサービス、まあ、これはあの2種類あるんですけど、あのこの前あの谷口さんにもちょっとあの無料デモのやつを ご案内したり、あとあの小山高専が加藤先生があの正式に導入されるということで、今月からあの利用しています。それから静岡大学にも4年ぐらい前から導入してまして、学生、1万3000人ぐらいかな、教職員入れて1万3000人が、365日24時間、どこからでもいつでもあの誰でも使えるということで、あとはまあ塾とかですね、あるいは英語受験が今盛んに増えてきてますけど、まあ、そういったところでお使いいただいてて、まあ、文章力イコール思考力っていう言い方をしてまして、まあ、その思考力を上げる、部分であのを目的としてまあ利用してもらってるということですね。で、前置きはちょっと長くなりましたけど、まあ、こんなところでいろいろ活動してますが、最近あのここにある一般財団法人、法人倫理 SDGs 推進協議会っていうのは今年の2月ぐらいから準備を始めて、10月1日に無事に設立されましたと、いうようなところで、まあ、いくつかの団体等であの活動してます。はい、それでは問題の方に移ります。これ一回外さなきゃいけないのか。食ってる？あれ、これ今どれ何が見えてますかね。プロフィールが見えてますか。谷口さんミュート外して。いや、パワーアップ見えてますよ。あ、パワーアップ見えてます。一級は大丈夫そうだし、帰りは濡れても、これを着替えればいいから。ありがとう。今度は雨に気使うよ。行ってきます。これスライドショーに なりました。ホワイト画面です。真っ白になってる画面。真っ白になってます。はい、あ、今出ました。はい、ありがとうございます。それではあの、始めます。今の社会はこう不道徳とか不条理とか、まあ、倫理がないとかいうが多いよってことがあります。それから今の社会はおかしいねとか、で今の教育はおかしいねという人がいます。でその原因は教育にあるっていう人もいますと言ったところで、私はこの教育という言葉、要するに教育の思考とか仕組みですね、これがおかしいんじゃないかということをまあ思い始めたということ、から始まってます。で、この教育という考え方とか仕組みが時代遅れになってるんじゃないかということで、まあ、教育するから教育になってしまってるっていう、まあ、変なこう社会になってしまってるんじゃないかろうかと。それで、今のこの教育っていう言葉ですね、これを続けていても、まあ、この仕組みも含めて制度も含めてですね、あの問題解決の出口は見えてこないんじゃないか。要するにその明るい日本の未来も見えないというふうに思いまして、でその教育が今の社会問題 あの根本的原因になってるんじゃないかというふうにあの感じています。で今日 の, あのこの
お話の、まあ、考えるその視座と視点ということで、まあ、どこから見てるかということと、どういうポイントで見てるかというところを次にお話しさせていただきます。入室希望者が入ってきたけど、どうするんですか？表示して。許可っていうのが上にないですか？青いボタン。許可を全部してけんね。はい。皆さん入るぞかな？ 5 人ぐらい今。今。谷口さんも共同放送にすればよかったか大丈夫ですかね。今最後の人が入室中です。2人ほど3人、はい、3人ですかね、入ったの。あ、3人ですか。はい、3人が今入室接続中になってるんで、多分今許可した人が3人だと思います。あ、他にもいらっしゃるのかな。いや、他入ってる人はもういいんですけど、多分今許可した人が3人かなと思う。ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。あ、 あとスライドショーがまた戻っちゃってますので、スライドショーにしてください。戻っちゃってるね。はい、すいません。私のボードは、理由の方ではなくて、改革の方に前に進みましょうみたいに。になるってことで、ね、そうですね。すいません、ミュートになってない方はミュートにしてもらっていいですか。政府のトップである菅さんと学術会議のトップである梶田さん、菅さんの方で強制的にミュートにしてください。申し訳ないですか。外野席でわわなく学問の自由を取れないかみたいな話でも、どうも勝田さんのブラさんが見ても長谷川さん、はい、ああ今、いや話してた人ミュートになったから大丈夫です。うん、今しました。はい、ありがとうございます。はい、すみません。まあ、どういうポイントで考えるかということで、まあ、考える下敷きというようなことで、まず一つは教えてはいけない。ですからその教えるってことをやめるという切り口ですね。いうところで、その教えない学校、教えない大学、教えない企業内教育、まあ、そんなことを考えてみたらいいかなと。それから教えられるをやめる。それから学ぶ心の啓発。それから教育の事業として、まあ、寡占とか独占とかされてる、まあ、権益化してるということもあります。ということで、その教育のための教育になってはいないかと。それから学びやへの回帰ということで、まあ、日本に古来からある寺小屋システムとかですね、あるいは、戦前まであった教育直後とか、あるいは、まあ、昭和尊塾、吉田松陰のですね、まあ、こういったところに回帰していく必要もあるかなと。で、要はその学ぶ人が主役になってない感じがするんですね。ですから従来のこの教育っていうのは、あくまでも教育は脇役だということを再認識する必要があるのかなと。で、まあ、従来の、まあ、教員、教師、教授、教諭と言われる人は、この、教育ということを普及させるべきかなというふうに思ってます。で、まあ、そういうところでですね、まあ、これちょっと上から目線的な話でもありますけど、教育の研究者はもういっぱいいらっしゃるんですけど、教育ってことを考えている人はあまりいらっしゃらないようなので、私はこの教育研究家を目指していきたいというふうに思っています。ということで、脱教育、それからビヨンド教育、まあ、教育というものを乗り越えて、新たなこう教育志向へ進んでいくべきかなというふうに思っています。で、これは先ほど冒頭ご紹介しました、まあ、創経研究所という会社を2000年に立ち上げたんですが、で、企業の文化とか風土を診断するようなことを文章から行っておりまして、まあ、結構大物さんとか、富士ゼロックスとか、
カゴメとか梶山建設とかですね、あとファイザー製薬ですかね、結構あの大手さん の仕事を受けることが多くてですね、その時にあの、これ2005年なんですが、創業して、まあ、2、3年の間にやあの受けた仕事を一回整理をして、同友館が発行している企業診断というあの月刊誌があるんですけど、そこにあの寄稿をしたんですね。でこれはあの目次の部分なんですけど、2005年の11月号で、ここにあのインテリジェンス前に行くと企業診断ということで、あの、まあ、小論文みたいなもんですけど、あの6ページぐらいだったんですかね。でその中に、2つあってですね、一つはあの企業の経営理念に関する、まあ、企業の在り方っていう図をここであの紹介をしてたのと、これはあの会社の診断なので、あの、まあ、診断をした結果、目標はあるけどあの目的がないよねとか、まあ、そんなこともあってですね、そういった意味でその企業理念 の必要性っていうことを、その当時、まあ、2000年の前からそういうあの研究をやってたんですけど、2005年にそれを、まあ、こういうふうな一つの論文としてまとめたと。で今日のテーマはこっち下の方ですね、これ何て書いてあるかというと、良い人材はあの良い OS を持つという。でこれをちょっともっと拡大してみますと人の頭の中の構造と、まあ、体もあるんですけど、それとパソコンをですね、こう対比させた図なんですね。で、まあ、パソコンの方から説明しますと、まあ、ハードディスクがあって OS があってアプリケーションがありますと。でそれを人間と比較する、人間とか人材と比較をすると、ハードディスクに相当するのはその知識とか学歴とか、まあ、ある意味の経験とかですね、資格とか、まあ、そういったことだろう。で OS っていうのはその意識とか思考ですね。でアプリの部分は、新たなビジネスモデルをあの作るとか、何かあの新しい事業を始めるとかですね、まあ、そういった何か01であの何かを生んでいくという、それでその構造がですね、これはまあ2005年に書いあの寄稿はしましたけど、この図はあの、サラリーマンの時からそういうのを書いてあの感じてこういうの図にしてたんですけども、従来の人を採用する時っていうのはあの2000年の前ですよ頃は、そのいわゆるハードディスク、どういうことかというと、その履歴書に書いてある、学歴含めた、まあ、知識とか、資格とかですね、まあ、そういったことをに重きを置いて採用してたんじゃないでしょうかと。でそれが、当時ですね、これからあの変わっていく未来っていうのはそれではダメで、ハードディスクはないと、まあ、パソコンも立ち上がらないんですけども、最低限のものは必要ですねと。だけど新たなものを生むその OS ですね、まあ、意識とか思考とかってことなんですけど、まあ、そういったことにあの長けてる、そこがあの強い人でないと、人としてあの社員として雇ってもその会社も発展しませんよねっていうところで、この OS の部分を、まあ、診断するっていうのがここの右に書いてある文章なんですけど、でこれはあの、あ、ごめんなさい、こっちの方がこういう図ですね。こちらこの真ん中の部分ですね、思考と意識って書いてあります。こっちはパソコンの方は OS ですね、というところで、ここの優れた人をあの見つけ出すっていう、まあ、そういうサービスをあの当時からやっておりまして、まあ、今20年目ですけど、正確にはちょっと数数えてませんけど、まあ、数万人ぐらいの診断をしてるかなと。結構まとまってあの大企業さんの場合には何千人という単位でやってたので、まあ、そういう成果が ありますと。でまさにこの自分で考えて行動できる人材を確保する、まあ、概念と手法ということで、まあ、これがまあ、一つの研究ということにつながってきたのかなというふうに思ってます。ということで、あ、その解決するには言葉から変えましょうということで、
教育って言葉をやめて、教育にということで、まあ、教育っていうのは、あの後でこの言葉の意味をお話ししますけど、啓発教育ってことを、すいません、ミュートにしてもらえませんか。学士さんの iPhone が、学士さんの iPhone が、学士さんの iPhone が、やってません、はい。あらら。長谷川さんのとこから強制的にミュート。それよりもいいんです。参加者でいいんでしたっけ？参加者で。参加者のところで強制ミュートってなると思うんで。はい、ありますね。それで学士さんのミュートにしておけば音が入んないです。学士さんの。学士さん多分 iPhone の、学士さん何個か入ってるんで iPhone の方で。ごめんなさい、ミュートしました。はい、はい。どこまで行ったのかな。ということで。啓発教育の略ということですね、啓育というのは。で、これは個人の心を開き、育てるという、この開きってそこがこの啓なんですね。で、そういうところからやりがい、生きがいを感じる主体的な人生を、若者にも体験してもらいたいというか、そういうような感じで人生を生きてもらいたいなという思いです。で、まあ、日本の明るい未来を作るにはということで、従来のこの教育的思考、まあ、教材、教室、教師がいて、まあ、知識とかデータ、あるいは方法論というものを教えてますよね、というところで、まあ、画一的な人材が出来上がってきたとか、定型的な定型型思考、それから指示待ち人間とか、まあ、前例主義とか、もちろんこれ全部当てはまるわけじゃないんですけども、まあ、こういった人が今まで輩出されてきたかなと。いわゆるトップダウンってことですね。だから主役は教育関係者側にあったんじゃないかと。で、これを変革していくっていうところで、まあ、教えない教育、個性を発掘し、育成する、方針ですね。それから多様な思考と生き方にこれからなってきますので、そういうことに対応していくと。で、今回のコロナショックは、まあ、そういう変革をするには非常にいいチャンスじゃないかなというふうに思ってます。で、これからは、その生き方とか、志を立てるとかですね、まあ、理念も含めて、それからこちら側は知識だったんですけど、これ今後はその知恵ですね、まあ、そういったことを、学んでもらう、それから人が生まれてきたその使命とか天命とかですね、まあ、こういったことを感じながらというところでの、これも私が勝手につけた造語ですけど、教育史というイメージで、教育的思考でこれからの世の中は、やっていかなきゃいけないだろうと。まあ、夢を描き、志を立てて、新しい世を作るというような概念ですね。ということで、この主役は日本の未来を作る人材であるということで、まあ、そういう意味では、こっちはトップダウンでしたけど、これからはそのボトムアップでいくということですね。で、というところで、脱教育、ビヨンド教育、で、いうところから、その、教育思考での方向でいきましょうということですね。で、ビヨンドコロナショックっていうのは、私が、まあ、作った造語でもあるんですけど、3月ぐらいにですね、世の中が、ポストコロナとか、まあ、コロナの真っ最中でしたけど、アフターコロナとかってそういう表現が多かったんですが、私が受けた感じはなんとなくそれは元へ戻る意識があるよねと。今度の数ヶ月前にだけども世の中すごい変わっちゃったと。やっぱりそこに戻ろうとすると、まあ、従来のその、まあ、しがらみとかですね、いろんなことを変のその回帰になってしまうんですね。なのでビヨンドコロナショックという概念は、コロナショックという谷底に落っこってそこから這い上がってくるんではなくて、新たな山が目の前に生まれてきたと。で、山を越えていく意味でそのビヨンドという言葉を使ったんですね。で、山ですからその登ってみなきゃその向こうの景色は見えないわけですね。だけども、不安もあるけど期待もあるよねと。新しいなんか世の中を作っていくチャンスが皆さんにあるんじゃないかと。
ということで、まあ、コロナショックというのは、ある意味でその表層的なものが吹き飛ばされてですね、かなりの部分でその本質とか本物とかね、そういうことがこう見えてきたのかな。で、この教育って世界で見てると、報道とか、まあ、4月5月学校が全部休校になったとかですね、私の方の大学の方も全部オンラインどうしようかみたいなことをやってましたけど、でそういう時に言葉の変化を見てる中で減ってきた言葉と増えてきた言葉があったんですね。で減ってきた言葉は教育という言葉です。で増えてきた言葉は学びとか学ぶとかですね、要するに先ほど その学ぶ側にが主役なんでですが、その主役を表す言葉の方が増えてきたなっていうのがすごく感じてます。どうだろう、どうとか、はい、ということで、これをまあ全体像をちょっと表してみたんですけど、まあ、この教育っていうのは、その前にこのエデュケーションという言葉が日本に入ってきたときにですね、これが翻訳道で教育になったっていうのを後ほど説明しますが、東工大の元教授、学長か、山中さんがその昭和53年にある本で翻訳ミスだと言ってたんですね。で教育っていうのは本来そのティーチングの役であろうというところで、その指摘の中でこの啓発教育というのが正しいんじゃないかと、これがエデュケーションの本当の意味じゃないかということで、その学長が提言をしてたんですね。で日本の歴史を見たときに、やはりこの、先天というか明治の前まであったこの寺子屋で、ここはその読みながら書くとか書きながら覚えるとかですね、いうことでその啓発的なで能動的な学びがあったねと、教えるっていう概念じゃなかったんですね。いうところで、まあ、教育ってもののその功罪というような見方をすると、まあ、明治の近代工業化とか、まあ、太平洋戦争の戦後、敗戦後の高度成長、高度経済成長にはすごく良かったかなと、かなり貢献したのかなというふうには思います。まあ、暗記とか記憶を中心とする、それから能力主義、まあ、競争主義ですね、まあ、そういうことにもなったねということと、それから点数主義ですね。まあ、ある子供が90点っていう点数を取って、家に帰って母親に見せたら、母親はこう答えたそうです。満点の人は何人いたの？それから平均点は何点だったの？みたいなね。いうところで、この他者比較っていうか、いうところでまあ偏差値っていうのが生まれてきてるんで、きたんですけども、まあそういった、ことで、その90点の子は褒められてないわけですよね。まあその結果は満点が結構多かったってこともあってですね。うん、だから親もそういう見方をしてたと。でもう一個この寺子屋の方を見渡す、まあ、過去の日本にあったものを見ると、こういう道場というのがあって、まあ、これは武道系ですね、剣道とか柔道とか、いうこと、それからその師匠という制度があって、まあ、なんとか道、まあ、武士道を含めた、でまあ、いわゆる道という、道という考え方、まあ、極めていくというか、自分を磨くというか、まあ、そういうのが日本にはあったわけですね。それから相撲部屋。これはまあ指定性としては非常にある意味で優れているかなというふうに思っています。まあ同じ飯のか同じ釜の飯を食べるとか、で僕はここで感じてたのは外国人の力士がですね、まあ今で白鵬とか、まあ朝青龍なんかもそうですけど、日本語として本当にまあうまいっていうか流暢っていうかね、普通の外国人だと、その名詞とか形容詞とか動詞とかはちゃんと使えるんですが、あるものは使えないんですね。それは何かっていうと、助詞と助動詞なんですね。まあ、私のキャッチフレーズでもしてますけど、私は長谷川です。私が長谷川ですっていう、まあ、この違いっていうのは、和と和の違いっていうのは外国人はほとんどわからないんですね。でも相撲では外国人力士はほとんどそこがちゃんと使ってるということは、理屈じゃなくて、まあ、日本の文化に馴染んでるってことと、日本の文化をちゃんと理解してるなという。で、
極端な話すると、日本人というのは、女子と女同士で会話しているようなところがありますから、そういった意味で、この相撲部屋の、まあ、やり方というかですね、こういうのも仕組みも参考になるかなというふうに思っています。それから職人さんですね、これはもう絶対教えない。最近はちょっと変わってきてるようですけど、まあ、奪えという、まあ、奪えとも言ってないんですけどね、まあ、奪うしかないねって、新しい人はですね。それから、手張りという考え方がありますけど、これはまあ一つのイノベーションの源泉になるのかなというふうに思ってます。で、この景気って言葉ですけど、中山さんじゃない、川上正光さんですね、昭和53年、これ多分当時だと100円か200円、もう少ししたかもしれない。今、アマゾンで調べると7000円以下って値段がついてますが、実際には買えないみたいですけど、もう在庫がないみたいですけど。で、この本に書いてあったことを、この、今、政調会長になりましたけど、下村博文代議士が、ブログで、これ去年こういうことを書いてて、で、この近代工業化社会からすでに時代は情報化社会に、AI を中心とした第4次産業に突入しますと。で、まあ、さっきの明治の近代化とか、いうところで、この本の中で、このエデュケーションという言葉を、訳した、教育って訳したことについて、この、川上正光東工大学長、元東工大学長が指摘をしてたんですね、この本の。で、内容的に話すると、まあ、教育にすり替わってしまったみたいなことの、これはこの本の中の文言ですけど、まあ、致命的失敗であると言ってるわけですね。で、教育っていうのはティーチングに該当して、教えることで才能を引き出すエデュケートとは完全に逆な操作である。したがっては我が国では教えるだけでエデュケーションは一切してなかったと言っても過言ではなさそうである。教えるということは他人の頭を利用して考えさせることで、これでは自分で考える力の養成にはならないと、まあ、いうことをおっしゃってたわけですね。ですから、まあ、昭和53年ですから、まあ、高度成長の真っただ中っていう感じですかね。いうところで、その従来型の、この教育ってものの問題点を、まあ、浮き彫りにしてたということですね。で、それのもう少し詳細をしますと、これは下村博文代議士が去年こういう警告立国、日本の未来を作る警告立国っていう本を出してまして、でこの中で、まあ、こういうことをおっしゃってます。ですから、まあ、教育のその、成果っていうものをそこでは言及してるんですね。だけども、これから の時代ですね、ここではこのやり方では新しい時代に対応できなくなるでしょうと。で、まあ、この中でも言ってますが、起きている社会問題の多くは教育にその根本原因があると。で、こういう、まあ、社会が多様化してきていると。それからさまざまな考え方とか生活の仕方とか働き方が変わってくる時代に、画一的なイメージを共有させるような教育とか暗記力、記憶力だけで物差しとして個人の能力を測るような教育では、まあ、予測できない、予測できない未来やその新たな価値を生み出すことは必要な時代についていくことができなくなるんじゃないでしょうかと言ってます、まあ、ということで、まあ、この辺まとめになりますけど教育という言葉自体をその景気に変えるべきだと。だから個々の可能性を最大限に引き出すと。それから時代の変化に対応できる人材を育てていかなきゃいけない時代ですねということで、個人、家庭、社会、国家の共通理念に変えていく必要があるでしょうねということです。まあ、ということで、繰り返しになりますけど、エデュケーションを教育というふうに訳したことを、なので、まあ、この言葉を、まあ、
使わないにしようと言ってもこれはなかなかもう浸透してますからね、難しい言葉ではことではあるんですけども、意識をそういうふうに変えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。でこの本の中では下村さんはこういうクリエイティビティ・ホスタビリティ・マネジメント・スキルということを使ってましたね。これを去年の8月にその本が出てますけど、その中にそういうことを書いてありました。はい。ということで、で、実は下村さんがこの本を書いた背景の話がたまたま、そういう情報があってですね、その仕掛けた人と会ったんですね、その前に。まあ、そんなこともあってですね、私もそれに触発されて、この経験ということを少し勉強していこうかなというふうに思っています。で、最後に、今取り組んでるプロジェクトとしてですね、日本語人が世界を最適化するプロジェクトということで、これは Facebook のグループの中に立ち上げています。それから、日本の伝統文化とか日本語人の価値を動画にまとめ世界に発信、これはUdemyという学ぶプラットフォームというのがありまして、そこで、まあ、販売していくようなプロジェクトがあって、そういうことをにも今注力しています。それから、SDGs が今話題になってますけど、これはまあ目標なんで、いわゆるその理念とかそういうものがとはちょっと違うなというところもあってですね、まあ、板橋の倫理法人会のメンバーが中心にはなったんですが、この一般財団法人倫理 SDGs 推進協議会というのを10月1日に創設しまして、今度は11月の14日に京王プラザで創設立記念式典というのを開催する予定です。あとは、企業経営理念の構築支援サービスということで、これは倫理、法人会絡みですけども、こういう塾をやったりですね、それから東京商工会議所で講座を今度11月18日に参加する人は無料なんですが、30席ありますが、今は残り3席ぐらいになっています。それからあと静岡大学の方は、まあ、授業はオンライン化ということで、何を言ってるか事業に入れてるかというと、この日本語とか日本語人の価値と、いうことで、まあ、今年はこの慶一君の話も含めて行っていこうということで、それから先ほどお話した良い OS を持ってる人を探し出すっていうところで、学生たちの受講した人にはこの小論文を出してもらって、それを診断してフィードバックして、要するに学生のその未来設計支援というようなことをやってます。はい。ということで、ご清聴ありがとうございました。で、今日は斉藤さんが退席したので、まあ、この話をしてくれって言うんですけど、Google でこの今日を学び、明日を作る会っていうのを検索してもらうとですね、まあ、今日の参加されてる方ほとんどご覧になってるかもしれませんけど、このペライチっていうところでこういうランディングページが見えてますので、そこをご覧いただければと思います。で、今日は51回だったんですかね、確か。ということで、日々、いろんな方 の講師をお招きして、斉藤さんがお招きして、いろんな分野のことを説明、講話をしてますということですので、またこちらもご贔屓にしていただければと思います。はい。じゃあ、以上でちょっと長くなりましたけど、これで終わります。